rest. Thank you.
なきゃならない理由がどこかにないか。ホロスコープは瞬間瞬間に変わる。 Anything will do, just tell her something. Anything won't do. ベニスに見えるでしょう。実はそれマンハッタンのハート島にセット組んだの。そう、これこれエスティーディオレコーディングスタジオの話。これ好きだな。ニューヨーク中を駆けずり回ってブラジルのミュージシャンをかき集めたんだよね。インディペンデント映画って大変。これもいいよな。キャバレーディスコ、キャバレーの女がいい女でさ。見た見た。ヒーローのカメラワークがナイスだろ。我々のカメラ使ってね。あんたなんてすごいよね。あの事件の時何だろう。オルフェ、オルフェ、ギリシャ人メイカーに落ちた愛する妻ユーリンケをオルフェスが地上に連れ戻そうとする。でも最後の最後彼はルールを破ってしまって。どんなルール。絶対に彼女を撃ってはいけない。それで、オルフェオスから妻を見てしまって二人は永遠に引き裂かれた。これは自分で決められた。占い損傷は映画にしなくていい。もう心が動かないの。あれからどれだけ経つ。今日でちょうど半年。その後私何度もここに来てるね。占い像の取材のはずがミイラ取りがミイラになったってね。私どこに向かえばいい。自分で何も決められない。おかしいね。人にレンズを向けてきたのに自分が一番わからないなんて。二択の時は何でもいいから最初の選択肢を選ぶ。それで決められない時はここに来てあなたに占ってもらって決めた。撮影にふさわしい方角、取材を断るか引っ越すべきか、新しい弁護士をクビにするか、で投資家とのディナーをどう断るか。でも
何かを選ぶしかないことだ。選ぶの。人の命を奪った。もしもあの時、もう一つの選択をしていたら。If I。If I。何なの？もしもあの時、もう一つの選択をしていたら。If I の世界。心が動かないなら、そこで動かしてもらう。あんたの映画の中の登場人物みたいに。動かさないと次の扉は開けないわ。If I。選び直せるの？彼に会えるの？ただしルールは二つある。彼を連れ戻せるなら。一つ目。絶対に彼と喋っちゃいけない。彼と喋っちゃいけない。まるでオルフェね。二つ目。1時間以内に何かを選択しないって自分の意思で選ぶルールを破れば永遠にこっちの世界には戻れない。彼に伝えたいことがあるんだ。もしもあの選択をやり直せるなら If I。Drink!